どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムは、めちゃくちゃかっこいいグッチの T シャツでございます。黄色いテープがたくさん貼ってあるんですけども、こちらはですね、お客様がご来店してくださって、でここにシミがあるんですというように教えてくださって、指をさしていただいたところにですね、私がテープを貼っております。だから実際にシミ抜きの作業をさせていただく私と、ご依頼してくださったお客様2人がですね、同じシミを見てるわけです。相互確認をバッチリしているというようなことでございます。これはね、実はめちゃくちゃ大事なことでございまして、宅急便で届くシミ抜きの依頼品はですね、実際に直接同じ時間に同じシミを見てというような相互確認ができないんですけども、ご来店の際はね、それができるというのが非常にいいことだと思います。だから実際にね、クリーニングに出すという時はしっかりその自分の洋服の状態を確認して、このシミ、この汚れが気になってるというようなことをですね、ぜひぜひ伝えていただきたいなというふうに思いますね。相互確認をすることでビフォーの状態を再認識することができますしね、アフターの状態を見て、あ、やっぱ綺麗になってるなというふうなこともね、確認しやすいかなというふうに思います。2日ぐらい前に着用なさって、その着用する前にはこんなシミはなかったというようなことなので、その2日前に来た時についてしまったシミですというようなことでございますが、何が原因でこのシミがついたのかが全くわからないというようなことなんですよ。まあ飲食に伴うシミみたいな感じをイメージなさるかと思うんですが、それも身に覚えが全くないんだと、そんなことはないんじゃないかなと、後ろ身頃にもついちゃったりしてるのでね、まあ不思議でございますよね。このシミがなかったらご自分で、普通に水洗いをしたんじゃないかなというふうに思うんですが、まあシミがあった段階でですね、ご自分で何かこうすることはやめてですね、すぐに当店に持ってきていただきました。本当にありがとうございます。ドライクリーニングができない表記になっておりまして、手洗いはできますよというような内容のタグがついております。それじゃあですね、同じ日に同じ原因でついたシミであればですね、ある程度洗浄力を重視した全体処理で一網打尽にできるかなと思ったんですが、やっぱりそこはね、ハイブランドのプリントのグッチの T シャツだということを意識しないわけにはいかないのでね、意識しながら全体処理をしつつ部分的にシミ抜きをしました。で結果がこちらなんですけども、ちょっとね、カメラの撮影している露出の関係というか、明かりの関係でですね、ちょっと色味がちょっと変わって見えてるんですけども、でもね、全くそのお色もグロスも質感もプリントもサイズ感も何一つ損なうことなくですね、シミだけをきれいにすることができておりますので大丈夫でございます。やっぱりね、シミの反応違いますね。一つ一つシミ抜きをさせていただいたんですけども、このシミとこのシミとこのシミは同じ薬で同じ反応したけど、こっちのシミは違う、こっちのシミは違うというふうなことがあったので、あ、じゃあ別の薬を使おうとかね、もうちょっと温度かけてみようとかね、いろんな方法がありますから、そのシミに合わせた方法で、きれいにさせていただいております。いいですね、かっこいいと思います。T シャツに、ハーパンなんていう風なコーディネート、T シャツハーパンサンダルみたいなね、夏のコーディネートをした際にですね、若い方はどうしてもやっぱ子供っぽくなっちゃうし、年配の方はですね、どうしてもやっぱりこうおしゃれに全く興味がないようなおじさんのスタイルになってしまうかなと思うんですが、これはそうなんないですね。なぜならばグッチだからですね。グッチとドーンと書いてあるだけでもう無条件に、おしゃれに見えちゃうというような、シルエットもね、普通のボックスシルエットなんですけども、生地がねめちゃくちゃいいんですよ。もう特別そのアメリカ製のようなごっついザラザラしたゴツゴツしたヘビーオンスというわけではなく、非常にこうソフトな肌触りのいい上質な素材なんですよ。だからといって薄手なわけでもないですし、適度な厚みもあってですね、ガシガシ着ていただけるんじゃないかな。これね、自然な感じでエイジングしていっても本当にかっこいいんじゃないかなというふうに、思いました。家で普通に水洗い、丸洗い、洗濯ができるアイテムは
クリーニングに出す必要が本当はないんですよね。ないんですよ。でも今回のようにですね、目的が明確でシミを取ってほしいんだというようなことであればですね、自分で何かやってみて自分で取れるんじゃないかというようなことももちろん、あるっちゃあるんですけども、それがハイブランドで非常に大事なお洋服で気に入ってる服でなんていうような場合はですね、今回のお客様のように何もせずにすぐにご依頼いただいた方がですね、確実に綺麗になりますので、参考にしてみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。